オリオンです。今回の雑学はこちら。同じ親から生まれた兄弟はなぜ同じではないのかということです。精子には父親の遺伝情報が入ってますが、2億も3億もある精子の中に同じものなどないんです。同じく卵子も遺伝情報が入ってますが、これまた同じものなどどれ一つない。なので自分と全く同じ遺伝情報を持った人間は過去を振り返ったとしても自分だけということです。もしも父親の精子が別の精子だったら、今の自分は存在していないということです。